おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭よしひとです。本日の提供は、人生を変える心の力、アタナハの声だ、ノブ。科学の進歩により、思考や感情が体に影響を与えると分かってきました。病院や薬に頼る前に、ヒーリングでも心の SOS を改善でき、心が楽になると全てうまくいくということを知ってもらいたいというノブさんの提供でお送りします。ノブさん大好きです。ちょっと。 僕最近ボイシーをなんてうのあの自分がフォローしている人の画面で聞き流す時あるんですよでまあいろんなボイシーパーソナリティの話を「おーなるほどさすがうわこの人の声素敵だな」とか思いながら聞いてると突然次のパーソナリティに移った時に YouTube 恋家の鴨頭子レです,ですって聞いた時に「何このガッサガサの声」って <laughs> っ大丈夫です <laughs> 大丈夫ですいやいやあの、通常放送ですけど、ににもう何、僕の声って、ガサガサなんですね。ガサガサです、ね。もう知らなくて。いや、いや、多少ね、もうじゃあの僕、喉に、まあ、持病とまではいかないんですけど、喉がもともと、声帯に芝が寄ってるっていうことをねあの、病院で教えていただいたんで、普通の人よりも喉が弱いとえ、声がかすれやすいっていことは、一応知ってはいますわ、さすがに。だけど、他の人の放送の後に聞くと、 比べることができるんじゃないですか、声の。ガサガサっすね、びっくりしちゃった。えー、今日も朝からですね、このガサガサの放送を聞いていただいて、本当にありがとうございます。<laughs> えっと、鴨頭義人の、えー、講座で、えー、っと、今、コミュニケーションの学校がもう無茶苦茶人気なので、えー、改めてお知らせいたします、えー。初日が9月13日にスタートして5ヶ月連続講座ですね。9月、10月、11月、12月、1月と、えー、開催する、えー、鴨頭義人が全部担当する1回限りの講座ということで、大人気になっております。実はですね、えー、このコミュニケーションの学校のテーマなんですけど、第1個、 1> 丸一日やる講座の、ええー、ゴール設定が、優しさ不足に気づけるようになる、ね。優しい心根を持っている人はたくさんいるが、しかし、他人に優しくできるかどうかまた別物だっていう、この違いをね、認識するだけで丸一日やります。そして、あの、現場での実践も、あの、やります。で、第二項が、優しい人になる準備。 そして第3項になって優しい人になるつまりね優しい人に,に自分がなっていくための変,変化のためにもう3項2ヶ月の現場での実際これぐらい丁寧にやっていくっていうところがコミュニケーションの学校でございますよでねここまでいいんですよここまでいいんですけど僕はあのこれボイシー今撮ってるの2回目なんですよ、うん、なんで2回目かっていうと、うん、さっき、えっと、6分ぐらいまで喋った時にですね、うん 途中で電話かかってきたでございますよ僕、めったにスマートフォンに電話かかってこないんですけど、電話かかってきたんですよ。うん、で、正直言いますよ、うん、あの恥ずかしいけど、うん、ボイシー6分喋って、いいぞいいぞ、調子に乗ってきたぞ、トゥルルトゥルってかかってくるとですね、うん、心の中で僕、こう思ったんですよ。か もうね、なんでこのタイミングでかかってくんと思っちゃったんですよ。わかります、うん、全然優しくない、ねうん、で取、取りますわ。電話取りますや。で、YouTube 講演家の鎌倉や、世界を変える男、鎌倉義人ですって言うわけですよ。うん、そしたら向こうは一瞬ひるみますわ。うん、で、カード会社のアメリカンエクスプレスさんだったんですよ。うん、で、僕ね、アメリカンエクスプレスからの電話がですね、うん、もう、カさんからよりも電話が多いですよ。うん <laughs> 付き合いたての彼女くらい電話してくるのがアメリカン・エクスプレスでいやまあまあそうアメリカン・エクスプレスさんでて僕うちの会社でカンパニーカードを作っております、うん、でカンパニーカードって僕だけじゃなくて社員も持ってるんですようん、うん、だ多分ね8枚ぐらいあるんです、うん、アメリカンも持ってるじゃあもしかしたら10枚ぐらいあるかもしれないです <laughs>、うん、むちゃくちゃあるんですよ、うん、でそのうちの1枚についてのえっと確認の電話だったの、うん、うん でどんな電話だったかというともしかしたら不正使用かもしれないので確認よろしいでしょうかって言われていやもちろんですよとドキドキするわだからやられちゃったかもしれないわねそしたら内容がですねカンパニーカードの中でおそらく社員さんだと思われる板倉由佳さんがですねのカードでビッグカメラだったかなビッグカメラでご購入された商品についてですと。 床ってビッグカメラって買い物しなくないと思ったんでドキ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 とありそうじゃない家電量販店でそしてご購入されたのが5万4000円分ぐらいのフォトフレームだとフォトフレーム買う可能性なくはないが5万4千円もフォトフレーム買うか板倉由香が蜷川美香じゃないよ板倉由香だよ ちょっとなななんかいいじゃちょっとこれはもしかしたら他の人床じゃないんじゃないかと思ったわけが購入された商品の送り先がちょっとと送り先がでこの時頭の中で俺頭の回転だけ入いの俺トゥルトゥルしてるからでうちの自宅か会社かワンチャンとんか仙台かみたいな一瞬思った大阪だってわけよ 大阪行くわけないなと思ったところ山室なんとかさんとあ山ヤマピーだと分かってこれ結論はですね不正じゃなくてうちの社員の板倉ゆかゆかが大阪落読スクールのオーナーのヤマピーにフォトフレームっていうことはあれですよあこれ言っちゃいけないんだあのおニャララの学校で使うやつですわ うん、で瀬戸さんにほらにゃららするやつが送られてたっていうのが分かったんですようん、うん、で護あのあよかったですね」ってアメリカン・エクスプレスの女性が言った時にね「うん、なんて優しい人なんだ」と「この人も優しいし、うん、アメリカン・エクスプレス優しくない?うん」って思って言ったんですよ、うん、えちょっっとと待ってくださいと、うん、これ、うん サービスなんですかってたら「あえっ?」て言われて「いやあの別にうちのカードを使ってるだけだからわざわざ確認するの超面倒くさいはずだ」とそんなにいっぱいあるそうそうそういっぱいある特にカンパニーカードだから個人じゃないからさ「いっぱいあるでしょ」って「いやいっぱいございます」と「それいちいちこうやって確認してるんですか」って「あそうでございます」と「すごいですね」って言ったわけ感動してそしたらその方はこうおっしゃったんですよ「あの鴨頭様」と。 差し出がましいようですが、うん、今後ももしもこのような、うん、もしかしたらこれはその、うん、いややっぱ多いんだって被害がねもしかしたらこういう被害ではないかと思われるものがありましたら、うん、お,お電話を差し上げてもご迷惑ではございませんかと言われたの、うん、優しい優しいよねいもう一回言いますよ、うん、僕は「ボイシーの収録中6分24秒の時にかかってきた電話を見た時に心の中で「なんだよ」と思った、うん。うんうん 人がこの優しさに打ちのめされたんですよ、うん、俺はなんて浅はかなんだと、うんうん、そのアメリカン・エキスプレスの人がコミュニケーションの学校をやった方がいいんじゃないの本当そう <laughs> 僕はふさわしくない <laughs> アメリカン・エキスプレスの浅川さなんだったけどあの女性が学長がいい <laughs> そうだねそれが正しい、ね、本当に思った、うん、そしてアメリカン・エキスプレスさんが開催した方がいい <laughs> 東京鴨頭なんとじゃなくて、<laughs> もう全然、だって、もう経営者が優しくないから、<laughs> <laughs> 社員は優しいかもしれないけど、本当に反省でも今日反省しかない回ですよ、反省会、反省しかしないです、けどう,ん、もう皆さんのこと考えてません、うん、僕が反省してるっていうのを、ただ告白して、うん、ボイシー視聴者の皆さんにただ聞いていただくという回になっております。うんうんうん だから2回目撮ってて私が途中で入ってきちゃっても優しいんだね優しくなりたいもっと優しくなりたいと思った、うん、でねアメリカン・エキスプレスさんが優しいと思ったんで、うんあのー、正直言って。うん 驚いたたししし感動まとアメリカニエクスパルスさんの会員さんの数を考えてその中で悪いことをする人たちが一生懸命頑張っていらっしゃることを考えると指数関数的にものすごい数のこううい電話をなさっているわけですよねとそこまでして取り組まれている企業姿勢とそれに対してスタッフさんがこんなに感じよくやっていることに感動しましたと本当にありがとうございました大好きですって言ったわけ。そしたらなんとですね 私も鎌面、うん、様のように、うん、この私たちのサービスに対して感動していただけることのことが好きですって言ったのに何これえー、ちょっとマジコミュニケーションの過去に呼んだらやばないやばい ホ本当にありがとうございましたって一応電話を切ったわけで切ってボイシーを取ろうと思ってまた画面に戻ったらなんか下の方に多分にまだ電話が繋がってますって思ってて要はこっち忘れてんだけどやっぱこっちが切るまで絶対切んないのねやっぱこの丁寧なコミュニケーション僕はね反省しましたなんで9月13日の開校までに心を改めて教える立場になれるように頑張りたいと思いますそれでは え皆さん今日という一日を優しい日にしましょう。うん、さようなら。さようなら。